こんにちは、柴田です。マスター大崎です。今日もよろしくお願いします。千葉川に来ております。はい、今日ですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいのが、もしかしたら注意喚起になるかもしれません。ちょっとよろしくない系ですか？よろしくない系なんです。これ大丈夫なの？これ、動画的にちょっと気になっちゃいますよね。でもね、何でしょうかと言いますと、こちらでございますが、あ、これはジャジャンと、いや、もうこれはもう間違いなくギブソンです。間違いなくギブソンですね。デデンと、おお、ソロカスタムのシルバーのバースターじゃないですか。80年代、ちょっとケースとは違 う、ね、まあ、まだ新しめな感じが、はい、あれでもあれカスタムですよね。カスタムですよね。まあ確かにカスタムですね。カスタムですね。あれでもなんか違和感ないですか？ん、まあ、でも後ろちゃんとシリアルも入って、はい、入ってますよね。はい、でグローバー、はい、なんですよね。ちゃんとしてますよね。ですね。いや、ちょっとね、気になるのが、はい、薄いんですよ、色が。色が薄いですね。あれ、エボニーカスタム、これカスタムだったらね、エボニーですよね。はい、ですよね。そうですね、そういう違和感大事ですね。リッチライトももっと黒いです、ね、もっと黒いです、ちゃんと、ね、あれはね、エボニーと見分けがちょっと難しいぐらいですよね。そもそも金メッキがね、安っぽちょっとなんか雑感ありますよね。雑ですね。だからよく見てください、これこれってちっちゃくないですか？ダイヤモンドちっちゃくないって言うと文字違和感ない、ね、これはい、というわけで、あ、もちろん、はい、偽物フェイクでございます。来ましたね。バチモンとやつですね。バチモンですね。結構ちゃんと、まあ、変な話ちゃんとやってしまっているので、もう本当悪質ですね。あの、ここもメッキがまずね、あの黄色みが強い。あー、でも確かに安っぽい。あ、本当だ。わかります？はい。え、これグロー、あ、偽物だこれ。偽物のグローバー、これグローバーも偽物ですね。本当ですよ。パッと見じゃねえ、これ写真じゃねえ、そう見えちゃうかもしれない。え、これギャグじゃないっすよ。ギャグじゃないっすね。ガチでなんか。ガチでフェイクっすね。ダメだよ、やっちゃう。それが良くないっすね。なんか例えば、はい、ここがメイドインがチャイナとかになってたら、まあ、受けるんですけど、ね、これね、あとね、シリアルが、ね、映るかな、あの、本当はへこんでるだけなんですけど、ここに金色のインクが流し込まれみたいな感じになってて、それもいかんですね。本当だ、なんか見てくれと言わんばかりに、見てくれと言わんばかりに、メイドイン USA って書いてあるんですよ、ここに。でも、うん、それはね、ダメです。本当は押してやるだけですね。へこんでるだけ。これダメですね。しかもこれ絶対マホガニじゃないですよね。マホガニじゃないですよ。これ、うん、これ絶対マホじゃないですよね。まあ、メイプル、まあ確かに、まあね、80年代とかそうですけど、まあ、自分はね、パッと見後ろから見て一瞬のここで絶対違うでしょ。足らないね。確かになんか安っぽい。安っぽいですね。うん、あの、見た目もそうなんですけど、ケース、うん、やっぱりこれもね、シンガー判定ってすごい重要で、ちゃんと最初は TKL っていうカナダのメーカーのやつで、はい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 、90年代だとね、うん、あの、TKL、ピンク色の、ね、あのサテン地のやつがついてて、次なくなって、うん、次ギブソンのやつ黒いケースになって、うんうん、はい、またブラウンに戻るんですが、今度は鍵がねない状態になると。それもやっぱ年代判定でやっぱすごい重要なところ。で、今回悪質なのが本物のケースに入れてあることがまずですね。こいつは騙す気満々ですよ。ですね。いや、これ本当に、あの、見たら分かるんですけど、うん、ネットとかでも個人売買、そうそう、あ、ね、これメルカリとか出てたらさ、いやいや、本当本当っすよ。分かんないですし、まずギブソンだったら、あの、サイドバインディングがちゃんとなってるか、はい、まあ、リフレットされてるパターンっていうのもあるんですけど、うん、まあ、それがちゃんとリフレットしましたかみたいな、うんうん、聞くことでパッと見でまず分かるってことですね。やっぱここら辺は見た目がちょっと違うでしょうって言って、見慣れてないと分からないです。そうですね、うん、このロッドカバーもですね、確かに2点、あの、エピフォンとかって3点なんですね。まず安いやつって、うん、なんかちゃんと2点になって、これもちょっと悪質だなって。割とこれ薄くないですか、ちょっとツッコミどころがあるんですけど、はい、せっかくなんで音を出してみます。音出してみます。
ていうわけじゃないんですけど、ね、意外とちょっと今手音でねダメじゃないかもしれないって思っちゃったけど、まあギブソンっぽいかって言うとそうじゃないんですけど、そうですね、うん、ギターとして成り立ってないから全然成り立ちまっているから、その甘さとかは向こうのっぽいですよ、淡白な感じの音ですけど、ちょっとやっぱ分かんない人には分かんない。売りに来た人はどうだったんですか。うん、売りに来た人もなんかちょっと怪しいんですよね的な。ああ、うん、なんとなくやっぱ匂ってたんですね。匂ってはいるってことですね、うん、まあでもね、こういうこともあるんで、はい、皆さん注意していきましょう、はい、ご視聴ありがとうございました。